はい、こんにちは。英語の達人養成ジム師範大の深夜です。今日のテーマはこちらです。もう嫌だがパワーを生むというテーマでお送りしていきます。英語学習は基本的には楽しく続けた方が続きやすいと言われています。僕もその意見には賛成で、僕自身も今までできるだけ英語学習を楽しむようにしてきました。今でもその姿勢は変わりません。ですが英語学習をしているとずっとね楽しい状態が続くわけではなくて、どうしてもねこういう瞬間って来ると思います。もう嫌だって言いたくなる瞬間です。例えば英語学習が行き詰まっている時、これだけやってもこれしかトイックの点数伸びないのとか、これだけやってるのにこれしか喋れないのみたいな感じで、すごく嫌な気持ちになることがあると思います。あとは海外旅行で悔しい思いをしたとか、普段英語トレーニングをやってるから家族にも頼られてよしなんて言って海外旅行行ったら、全然相手のネイティブの話をバーっていう早い英語が聞き取れずに家族の前で恥をかいたとか、まあ、そういうのももう嫌だって気持ちになりますよね。まあ、他にもいろいろあると思います。英語学習をしているとあらゆるところでもう嫌だって言いたくなるような出来事が起こると思いますが、実はですねこれが大きなパワーを生むことが多いということが今日お伝えしたいことです。人間というのは2つ大きく欲求があります。1つは快楽を得たい欲求、もう1つは苦痛から逃れたいという欲求です。でこの2つのうちどっちの方が強いかというと、実はこっちの方が強いと言われています。この苦痛から逃れたいという欲求ですね。今特に不満がなければそこからさらにプラスアルファで快適にしていきたいみたいな、そういう欲求よりも今もう苦しくて耐えられないと、もうこの思いは嫌だ、この思いが続くのは嫌だって思った時にそこから逃れようとするのでは、まあ、行動力という点で言うと圧倒的にこっちの方が強いんですね。まあ、これは健康診断とかでも同じですね。健康診断を常に受け続けるっていうのは割とこっちだと思うんですよね。このより良い状態を保ちたいっていう感じです。でもどちらかというと病院に行くとき、人が病院に行くときって痛くなってから行くことが多いですよね。例えば歯医者さんなんかもそうです。実際に歯が痛くなって虫歯になった時にあいたたたたってなってからお医者さんに行く、歯医者さんに行くっていう人の方が多いと思うんですよね。そこがやっぱり人間の行動力につながるという点で、この苦痛というのはね実は大きなパワーを引き出す源になります。ので、実はこの英語学習の世界でもこのもう嫌だっていう苦痛の部分がうまく作用すると、そこからあなたの英語力をボーンとブーストする、ちょうど転機になるんじゃないかなと思いますのでね、あまりこうネガティブに捉えすぎる必要はないかなと思います。で、僕自身が今までのね英語学習の歴を振り返ってみると、いろんな転機でもう嫌だっていう経験をしてきました。で、大きく分けるとこんな感じです。細かく見ていくと他にもたくさんあるんですが、大きく分けると大体こんな感じなんですが、一つずつ見ていきます。まず初めて受けたTOEICですね。これは英語学習を始めて1年後ぐらいですね。ちょうど1年後ぐらいに受けた記念のTOEICだったんですが、これがですね、もう本当に聞けない、読めない、わからないという状態で、もう嫌で嫌で、もう本当に2時間が苦しすぎて途中で投げ出したくなるっていう状態でした。で、そこでこんなに1年間一生懸命やってきたのに、もうずっと英語のシャワーを浴びて、英会話スクールに週1回通って、さらに加えて外国人の集まるバーに週3回通って、トータル4日間も、週4日間も英語のシャワーを浴びて、さらに聞き流し教材まで聞いて、もう何時間英語に費やしてきたんだ。それなのにこの程度なのかってことでね、もう本当に英語学習を放り出したくなるような、もう嫌だを感じました。でもそこのタイミングで音読と瞬間英作文に出会って、森沢洋介先生の英語上達完全マップを読んでですね、音読と瞬間英作文に出会ったことで、ここから逃れる、この苦痛から逃れるこの処方箋を与えられたんですね。で、そこからこの処方箋を一生懸命もう無心に飲み続けるような感じで、ひたすら音読と瞬間英作文を続けていきました。で、英語力がこうグイグイグイっと上がってきたタイミングで、当時勤めていたジーンズショップの僕店長をやっていたんですが、そこの会社がですね残業禁止令を出したんですね。当時ちょっと業績が傾いていた時期がありまして、残業禁止令が出ました。で、その時に結構多くの店長たちが、もう嫌だってなったんですね。
というのも僕らそれまですごい残業の時間が長かったので、もうなんか普通に出勤したら普通に店に12時間ぐらいいるのが当たり前みたいな感じだったので、残業がつく生活が普段のその給料になっていたんですよね。もう残業つけてちょうどいいぐらいだったんですが、残業禁止令になった途端にですね、遅番早番を組まなきゃいけなくなって、自分自身がで、その結果ですね、給料が激減するというね、状態になりました。で、僕も最初はこれはね、すごく嫌だったんですよ。うわー、もう給料が一気に減ったみたいな感じで、で、英会話スクールにも通っていたので、その月謝払うのもありますし、いやー、これはちょうど英会話の月謝どころじゃない、もうちょっと下がっちゃったなみたいな感じで、結構へこんだんですが、その後ですね、ここでその時間が減った分をこの英語学習をちょっと増やしてですね、でその時のモチベーションになったのは、実はこの頃から徐々に留学に興味が湧き始めたんですね。留学してみたいなと、もうせっかくならここまで身につけた英語力を使って海外で自分のスキルがどのぐらい通じるのか試してみたいっていうふうに思うようになりました。で、そこで実際にこの留学をしたんですね。なんで会社を辞めて留学する、まあ、僕これちょうど31歳の時に留学したんですが、そのきっかけになったのはその1年前の残業禁止令が出たっていうのがすごく大きなポイントです。これは2つの意味でね、追い風になりました。1つはもうこの会社を辞めたいっていうね、そういう原動力で、あともう1つはその時間を利用して音読と瞬作とか、他にも多読トレーニングとかあったんですが、そのトレーニングをやる時間を捻出できたというね、この2つの点です。で、留学したらしたで、ね、またそこでね、また辛い思いをしました。もう嫌だっていうね、それ何かというと、その入ったクラスがちょっと結構レベルが上のところに入ってしまいまして、ヨーロッパ系の生徒と南米系の生徒のしかいない、アジア人の生徒がいないクラスに入ってしまったんです。で、ヨーロッパ系の言語とか南米系の言語ってルーツがラテン語なので、基本的には英語と同じボキャブラリーとか文法体系を持っているパターンが多いんですよね。なので結果的に僕がすごく不利な状態になって、なんか自分だけ英語ができない人みたいな感じになって、もう嫌だっていう感じになりました。で、そこでこの苦痛から逃れるために僕がやったのは、その現地で当時持っていったテキスト、スーツケースに詰めて留学する時に持っていったテキストの中にあった DUO 3.0 の英単語帳の例文を瞬間英作文で仕上げるというトレーニング方法です。これはかなり負荷が高いトレーニング方法なので、このね、例文 DUO 3.0 の例文を瞬作で仕上げるっていうのはかなりきつかったですが、この時のもう嫌だって気持ちから逃れたいと思う気持ちでですね、この瞬間英作文向こうにいる間に全部回したんですね。完全に言えるようになりました。で、実際に向こうのにいる間に使うっていうことをね、繰り返していきました。で、その結果英語力がバツンと上がりまして、で、帰ってきてから英会話スクールの先生になることができました。ところがですね、まあ、その英会話スクールの先生になった後、この1年間トイックスランプに陥ったんですね。スランプというのはすごく頑張っているのに結果が出ないっていう状態です。具体的に言うとトイックの点数が微動だにしないという状態が続きました。1年間です。で、これがすごく嫌でした。もうトイックを900点取りましょうみたいな感じで会社から言われているにもかかわらず、取れない自分が嫌で、もう苦痛から逃れたい、もう嫌だって気持ちになりました。で、そこで本気で、そこからですね、ボキャビル、多読というね、今まで避けていたこの2つをやるようになりました。で、そこからですね、トイック900点を取ることができたという感じです。で、その後もですね、トイック900点取った後もまたいろいろ続いてまして、例えばその英語の先生仲間、トイック900点以上の仲間たちと一緒にどっかご飯行ったとかなった時に、そこに例えばネイティブが入ってきた場合ですね、同じトイック900点のホルダーでも、完全に帰国子女の人と純ジャパニーズの僕とでは全然その英語力のに差があるんですよね。その英語に対する体制とかも違いますし、で、そこでネイティブとその帰国子女の先生がブワーって喋ってる中に放り込まれると、もう全然ついていけない、このカジュアル英語についていけないという状態になって、うわー、もう嫌だーってなったんですよね。で、それがまた僕の心に火をつけて、セレブインタビューズっていうね、カジュアルな英語の本を僕に買わせたという感じなんですね。で、このセレブインタビューズは、まあ、当時ね、しばらく眠っていて、しばらくやっていなかったんですが、この間ね、
またしばらくぶりに復活させて、で最近やりましたみたいな動画を前回出したと思うんですが、こういうセレブインタビューズのようなこうカジュアル系の素早く話すような教材っていうのを当時いろいろ買って、ちょこっとやったっていう感じです。でそれがきっかけで、このカジュアル英語とトイックの間の溝を埋める方法っていうのが分かって、で今は特にそのもう嫌だっていう気持ちがあるイベントは今のところは特に起こっていないんですが、まあ、それでもとりあえずこれセレブインタビューズをやったり、あとはね YouTube ですね、海外の有名 YouTuber ですごくこう早く喋る人をモデルにしてシャドウイングしたりとかって感じでやっています。でおそらく僕がこのまま続けていったとしてもまたなんかもう嫌だって思う時が来ると思います。海外旅行行った時とかにまたなんかそこでせっかく習ったこのカジュアル英語は使えなくて悔しい思いするとか、まあ、そういうのがいろいろ今後もあるんじゃないかなと予測しています。でも過去を振り返ってみるとやっぱりこのもう嫌だっていう思いがより強くなればなるほどこの後ろの推進力っていうのが増していったなというふうに思っています。で最終的には英語力アップに大きな貢献をしてくれていたなというのをね今感じていますので、もうこれからやってくるであろうもう嫌だに関しては、まあ、できるだけ僕も歓迎していこうかなと思ってます。 Welcome っていう感じですね。なのでもしあなたがもう嫌だっていうね気持ちを今感じているとしたら、それをできるだけ前へ進むためのエネルギーに変えていくっていう考え方を持っていくといいかなと思います。もう嫌だという体験はあなたに英語学習をやめた方がいいよというメッセージではありません。ではなくて、この苦痛から逃れるために何をすればいいかな、どうしたら自分を前に推し進められるかなっていうことを考えながら英語トレーニングを続けていただけるといいかなと思います。はい、では以上です。Thank you for watching. See you later. スマホやタブレットでご覧いただいている場合は、この動画の右下の逆三角形のマークを押していただくと、こんな感じで下に説明欄が出てきます。いろんな情報が載っていますので、よかったらチェックしてみてください。